それでは早速作っていきましょう。玉ねぎ1/2個、くし切りにします。ほぐしておきます。人参1本、乱切りにします。ふんわりラップをかけて電子レンジで3分くらい温めます。かぼちゃ1/4個、種とワタを取り除きます。適当に皮を剥きます。一口大より大きめに切ります。鶏もも肉1枚、水気を取ります。余分な皮、油を取り除きます。一口大に切ります。塩コショウ適量、なじませます。油をひいて熱くなったら鶏もも肉を炒めます。皮目を下にして色がつくまで炒めます。反対側も色がつくまで炒めます。余分な油を拭き取ります。かぼちゃを加えます。油が絡む程度混ぜます。玉ねぎを加えます。油が絡む程度を混ぜます。人参を加えます。油が絡む程度を混ぜます。水 150cc、 和風顆粒だしの素小さじ1/2、砂糖大さじ1、醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1、なじませ沸騰させます。沸騰したら蓋をして弱火で5分ほど煮込みます。蓋を取って2、3分ほど煮込みます。爪楊枝がスッと入れば完成です。塩などで味を整えます。
に盛り付けます。一味唐辛子を少々かけたら